古代エジプトでは神が人間を統治していました。神の王であるオシリスは息子でもある空の神ホルスに王位を継がせようとしています。My son Horus, Lord of the air. Are you ready? I am. Wait! Wait! Sorry I'm late. その時、オシリスの弟である砂漠の神セトが現れ、神の王オシリスを殺してしまいます。Shall be your one true king. King of all Egypt! Bow before me or die. Mortals! 神と人間たちは巨大な力を持つセトに立ち向かうことができません。唯一父を殺されたホルスはセトに立ち向かいますが、オシリスの力は想像以上でした。セトの軍隊に弱点を見破られ、ホルスは負けてしまいます。そしてセトはホルスを倒し、両目を奪ってしまいます。神の目を奪われたホルスはセトに殺されそうになりますが、ホルスの恋人でもある愛の女神ハトホルのおかげで命を救われることになります。セトがエジプトの王になってから、莫大な税金を納められない人間たちは奴隷にされてしまいます。新婚夫婦のベックとザヤも同じく奴隷になってしまいます。ザヤは空の神ホルスだけが今の現状を変えられると信じていました。王室建築家の奴隷になったザヤは、ホルスの神の目が保存された金庫の設計図をベックに見せてあげます。ザヤと平凡に暮らしたかったベックはすぐに金庫に侵入することになります。彼の鍛えられた身体能力を使ってホルスの片目を盗み出すことに成功します。そしてすぐにホルスが追放された場所に向かいます。しかしザヤは矢に撃たれ死んでしまいます。Give them to me. Not yet. Give me my eyes. I have a proposition. ベックは片方の神の目を上げる代わりにザヤを生き返らせてほしいとホルスに頼みます。が、頼みは無視され、強制的に目を奪われてしまいます。If I kill Set and take back the crown before your beloved reaches the final gate, I might be able to save her.設計図を使ってもう一度片目を盗む代わりにザヤを生き返らすことを約束します。片方の目しかないホルスはまだ神の力が使えないようです。セトを殺すために祖父でもある太陽の神に助けを求めます。すぐに宇宙に住んでいる祖父でもある太陽の神ラーのところへ向かいます。しかし重要な仕事をしているラーはホルスの願いを断ってしまいます。It is my burden. 太陽の神は毎晩のように世界を滅ぼそうとする怪物アポピスから地球を守っていました。 There are things worse than Set. So what is it actually that brings you here? Allow me to fill my flask with these waters. 代わりにホルスはセトの力の元である砂漠の火を消すために必要な神の水を手に入れます。
一方セトは自分に歯向かう神たちを皆殺しにしていました。エジプトに戻ってきたホルスたちはすぐにセトの軍団に襲撃されます。そして瀬戸から逃げ出してきた愛の女神ハトホルが現れ、ホルスたちを助けます。ホルスは片目を取り戻すためにベックに嘘をついていました。He deserves to know the truth. ベックのおかげで知恵の神も加わり、無事スフィンクスがいる場所にたどり着きます。 I'm always to be. No one ever saw me, nor ever will. What am I? You are order. Incorrect. You are purity.答えを当てるとスフィンクスは姿を消しますが、セトの罠にかかってしまいます。そして知恵の神の脳を奪われてしまいました。ストップ。 Recognize this? It's not possible. You expect me to believe you? Ask it. Is it true? ザヤを生き返らすことができないと知ったベックは失望し、神の水も奪われてしまいます。ホルスたちはなんとかピラミッドから逃げ出します。Zaya thought you were the greatest thing in all of creation. Every day she prayed for you to save Egypt, but you didn't come. Anubis, come. その時、ハトホルは死の神アヌビスを呼び出します。Where we shall be judged. ホルスの父親オシリスが王位にいた時は、死者は無条件に第二の人生を得ることができました。しかし、セトが王になってからは、膨大な黄金がないと第二の人生を得ることができなくなってしまいました。黄金がない者の魂は永遠にこの世から消滅してしまいます。ザヤは奴隷として働いていたため十分な黄金を持っていませんでした。ハトホルはホルスにもらった愛の証でもある大切なブレスレットをベックにあげます。死んだザヤを生き返らすことはもうできませんが、ザヤは第二の来世を得ることになります。ハトホルを守っていたブレスレットを失い、彼女は悪霊たちに連れて行かれてしまいます。Do what you need to do. What do you offer? ベックはアヌビスに連れられ、死後の世界にいるザヤに会うことになります。一方、セトは神たちから奪った力を自分の体に吸い込ませます。This was your test. I gave Osiris the crown of Egypt. He gave it away freely.
He passed his test. I need you to take my place. But no greater honor. But it won't be sitting on some damn boat. No, God. 怒り狂ったセトは父親にも歯向かい、太陽の神までも倒してしまいます。What do you offer? This would buy you a place in the afterlife. Not without you. The gates has been broken. 太陽の神がいなくなり、怪物アポピスが再び地球を襲ってきます。 Our only hope now. If the Lord of the Air has any plans to rectify this, he should do so with haste. If you don't trust him, trust me. We must return to the capital. Drink it to destroy all creation.Rise and dead, and only he can make this right. But he needs his spear. Maybe it's time we... ホルスとベック、そして巨大な力を手に入れたセトは、怪物アポピスを倒すことができるのでしょうか。続きは映画でどうぞ。